はい、今回は筋肉マンですね。テーマはズバリマグネットパワーについてお話をしていきます。まあ、早速こちらから行くんですが、最近明らかになったことですね。ランページマンが明らかにしていたんですが、世界の力の総量は一定であるにもかかわらず、超人たちが巨大な力を持ちすぎてしまったために、世界の力の多くを超人たちが占めることになり、その結果世界のバランスが崩れて至る所で天変地異が起き始めているらしいとのことですね。まあこれね、チート技の筆頭ともいえるフェイスフラッシュの使用をね、巨大なパワーを消費するっていう理由で封印できる流れにはなったのかなとは思ったんですが、一方でね、調和の神によってランページマンの話した内容をね覆す可能性はまだ捨てきれないですよね。まあやっぱその力の総量っていうのが結構こうテーマとして扱いづらいんじゃないのかなとは思うんでね、実はそうじゃなかったっていうのはあり得るかもしれないです。で、次にこちらなんですが、マグネットパワー、今回の本題ですね。ものすごい巨大なパワーというイメージがあるんですが、世界の力の総量が問題になるのであれば、まあ、決してスルーはできないパワーなんじゃないかなとは思いますね。で、このパワーっていうのはサイコマンが発見した未知のパワーであり、地球が本来有している生命力のようなものと思われます。この力によって磁気を発生させたり、磁気嵐を発生させて天候や時間をね操ることが可能で、これらの特性を生かして編み出された必殺技も多く存在してるんですよね。代表的なものといえばサンダーサーベルとか、まあ、クロスボンバーなどがありますね。ちなみにクロスボンバー自体はサイコマンが編み出したマグネティカボンバーから編み出したとされているんですが、さらにマグネットパワーは超人パワーの強化のみならず、超人パワーの生成ですらも実現することができ、サイコマンはこの性質を活用して死んだ超人が復活できる、禁断の石臼モルティエデピレですね、これの開発に成功していました。で、まあオリジンはね、サイコマンとザマン以外はこのパワー、マグネットパワーの利用に消極的な姿勢をとっていたんじゃないのかなとは思いますね。その中でもシルバーマンなどは本当もう猛反対だったような感じでした。ちなみにオメガの民も独自にねマグネットパワーの研究を重ねていたんですが、この事実は故郷の星が消滅する危機を招いてしまった原因の一つとなっていたんでしょうか。仮、まあ例えばですね、オメガの民の超人強度がね平均的に高いのはマグネットパワーによるものであれば、まあその可能性は捨てきれないですよね。もともとオメガの民はものすごい超人強度を誇ってるから、あの星、まあ故郷の星が消滅しかかってんだみたいなことはなんかラッペジマンも言ってたと思うんですが、で次にですね、マグネットパワーがもしねストーリーに関わってきた場合ということで、全く関わってこない可能性もね大いにあるんですが、まず一つ目はこちらですね。本来はこれね、超人が神を超える手段になりうると考えたためだったのかなとは思うんですが、このね私はいいと思うの事実がね忘れられていなければ、少なくともマグネットパワーが邪悪なパワーとして扱われることはないんじゃないかなと思います。さっきも言った、冒頭でも言ったように、あくまで地球の生命力で、まあ、善も悪もない感じのパワーっていうことでしょうかね。一方で、まあ、オリジンがね厳重に管理しようとしていたことから、使いようによってはね多大な恩恵は得られるんですが、悪用されれば世界のパワーバランスを崩壊させる危険性も認識していたっていうふうには考えることはできるんじゃないでしょうかね。で次にこちらですね、力のバランスを崩壊させて世界を破滅させようとしたり、まあ、力を独占しようとするのであれば、マグネットパワーを根こそぎ奪うことを画策しているっていうことは考える話かなと思います。まあ、ネプチューンキングがね、まあ、これもしつこいんだけどね、ことあるごとに最近ネプチューンキングをね、まあ、出してほしいっていう思いからね、名前挙げてるんだけど、まあ、彼がメンバーに入ってくれればその可能性は一気に高まるんじゃないでしょうかね。ネプチューンキングはネプチューンキングでね長い間かけて研究してそうな感もあるんでね、ひょっとしたらテームズ川の底にねネプチューンキングの研究所があるかもしんないですよね。これ昔予想していたんだけど、最近またちょっと期待し始めているんですよ。
で次にこれですね、はい、サイコマンに出番はということで、オメガケンタウリの6層核編でサイコマンの研究所について触れられていたものの、まあ、結局うやむやになってしまった感じですかね、まあ、カピラリアのピースっていうことがね出てきたことによってね、はい、あの点やっぱストーリーが若干修正された感はあるんですけれども、まあ、あくまで憶測ですけどね。で、まあ、謎の勢力の正体が明らかになるタイミングで、まあ、再び注目されるかもしれないですよね。でマグネットパワーの悪用も論んでいるのであれば、サイコマンの技術は喉から手が出るほど欲しいはずなんですよ。でサイコマンの出番はあるとしてもね、普通に考えれば、まあ、回想シーンのみっていうのが現実的かもしれないんですが、まあ、モルティエデピレーに酷似した装置を開発するなどして、ひょっとしたらなんかシングマンあたりのねがね素材に使われてるかもしれないんだけども、まあ、サイコマンを復活させて意のままに操ろうとかっていう風に、ね、敵が考えてくれればね、あるいは再登場するかもしれないですよね。この展開になったら、まあ、絶対仲間になってくれるんじゃないかなとは思うんですけどね、まあ、このようにちょっとマグネットパワーについてお話ししたんですが、果たしてねストーリーに関わってくることはあるんでしょうかね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。